やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャジョギの浜田です。はい、現在2024年の4月10日水曜19時31分ですね。はい、今日から始まりました夜桜さんちの大作戦、今日の17時半にね、上がったところですね。Dアニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人ギャリパフォーマーです。ナイトスクープに来社で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、世界丸見え、テレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんとして CM 共演を果たしましたが、現在もコロナの影響で仕事が全く戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数のんの皆さん、これにずっと苦しんでますが、気合と根性で1日前です。動画投稿続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また分ける分からないタイミングで広告あります。申し訳ないですが、それを我慢しつつどうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。よし、 OK。 いきなりヘビーやな。なんか風巻祭りに似てる。あやかしトランクのね。桜の、何だっけ、あのスケバンデカの桜の、桜田門、桜の指輪か、サブタイトル。桜田、何だっけ、あれ、忘れた。アホ毛どうなってんねん、ここ。あ、やっぱ失うのが怖いからか、仲良くなって泡吹く。そしたらね、人見知りではないやろね。むつみ、隣の妖怪さんと同じ名前だ。むーちゃん、普通に恨ましいねんけど。あ、これが夜桜さん。トーテムポールみたいになっちゃう。薬指なんやね、指は。なんという羨ましさ。あ、先生。先生なんや。むつみって呼んでるやん。なんで手袋してんの、ほんで。
ここ白髪あ、京都なん京都なのこれ。手袋気になるな。富樫源氏みたいね、ここの傷が。先駆け男塾ね。なんで隣やねん。盗撮。まあなんか知り合いなのね、昔からの。いえ。5歳。3歳。ちっちゃい時から知り合いちゃうんかこれ。俺のむつみ。事件やぞこれ。やばいな。お、同じ指輪してへんかこれ。妹。誰やこれ。あ、消えた。妹、なんで名字ちゃうねん。でバケツかぶってね。健康第一、家内平和。兄弟兄弟。え、でも、え、6人。え、6人、5人。双葉姉ちゃん、心臓兄ちゃん、シオン、3人ね。健吾、七尾、5人か。え、なんて、双葉、ゴリアテ、双葉、心臓、シオン、ケンゴ、ナナオ。スパイなん。
スパイ。スパイに口かみ方面兄貴なんこれ。あ、アンジェセル一番上のくす。あ、そうなんや。今日うちのむつみはむつみしか勝たん。京一郎？兄弟対決になるってこと？これ。なぜ太陽は何もしてへんのにそんな目に。あ、仲間になるってことかな。結婚する。あ、名前に1から7まで入ってるな、今傷だけど。京一郎双葉。心臓の像3やな。でシオンの死が多分4やろ。で剣5で睦弥7をやな。
もうおるやんおるやんもうすごい力や。鋼雲北斗の拳のあのライガとフーガみたいやね。羅漢二王拳やったかな。剣豪松岡さんかな。えらいことになったなこれ。しかし。2回目あ、これ剣豪。あ、剣豪。剣豪変装の達人なんか。あ、これ六つ目本なら。あ。どうすんねこれ。厄介な兄貴やな。何やねんこれ。
ばすぎるやろこの兄貴。あ、できた。ああ、結婚するの？ほんなら。ほんでサブタイトル桜の指輪なんや。いやいや、ナイフ刺さったままや。これは斬新やな、1話で結婚。とにかく可愛い依頼や。本当の意味。あ、また。あ、川島玲さんね、本土楓さん、小西克幸さんに紀藤若さん、もう一回見たい。あ、みなとみらいさんって何回見たいな。彼女も彼女？違うか。撮影監督佐藤敦さんじゃね、エグザイルやん。感じちゃうけど。運命ちゃん。あ、生き物係。生き物係に聞こえへんな。ボーカル変わった？あ、まだある。夜桜の命。はい。え、これ24分7秒。あー、そうか、今おすすめ出てんの。20秒6秒。あ、ちょっとずれたか。止めるのが遅かったかな。ちょっとキャストを見させてもらいます。縦スクロールは読みづらい。だからスクロールは読みづらい。多分数字の1から7まで揃ってるやんな、これ。川島礼さんってあれでしたな、不滅のあなたへの不死で知りました。あれは2021の春と秋やったかな。あ、ちゃ。春夏クールやったかな。だから19話と20話しか残ってませんリアクション。で、本土楓さんで、本土楓さん、よー出てはんな。自分が本土楓さんを始めたのは、あれですわ。魔女のたびたびイレイナ2020の秋アニメリアタイで見てました。ずーっと元渡りって呼んでました。
で、これ UFO ファンの方から、え、あれ本土ですよって言われて、あれ本土って思うんやって知った思い出があります。で、京一郎が小西克幸さんね、何で知ったか忘れたけど、印象深いのはサマータイムレンダーの指令ですね。新平区、何を言うてはるんですか新平区、これね。で、双葉が木戸あかりさんだよね。双葉で二の歯って書くね、刃で。で、心臓、あ、これで心臓なんや。これは辛い三で心臓ね。で、沖塚月さん同い年ですね。で、シオン、あれ結城葵さんみたいや。四の、これは怨念の恩やね。すごい名前や。で、剣豪が嫌うゴールで剣豪。あ、やっぱ松岡さんやね。で、七尾、あれで七尾の王って悪なんやね。おかんの王やね。あの悪い寒いとか言っておかんね。内山由美さんやったやな、あれ。で、ゴリアテも松岡ですけど、あ、二人。一人二役か。で、友人 C、あ、加藤渡さんだっけ。これ、あの、あれやん、百科の愛情レンタルやないか、これ。うん。はいはい、いや、なんか、いきなりヘビーな、開幕やなと思ったけどね。この太陽がまあまあ事故って、まあ両親と弟かな、あれ多分亡くなったと。まあこれで、まあ大事な人を失うことが怖くなってしまったやけども、睦美が、まあ私はいなくならへんよということを言ってくれたと。で、まあ学校では、まあ友達もまあ作りたいけど作られへん状態であると。で、幼馴染の睦美が、まあ、そのね、積極的にこう、まあ、弁当を作ってきてくれたりだとかしてる中で、いきなり現れた蛭川先生、パクッとだ、ね、だし巻き卵かな。何しとんねんやったけども。うん。ただ、これが、まあ、太陽を呼び出したら非常にやばいやつやったと。睦美の盗撮、隠し撮りコレクション。で、ちっちゃい時から知ってる。まあまあ、だからちっちゃい時から知り合いやな、思ったけど、まさか兄弟やったと思わなかったな。ただ、同じ指輪してたから、これはと思ったけど。なんか関係あんねんかなと思ったけど、ね、突然現れたあの双葉は何者か思ったら、まあ光パーンで救出ということだけどね、まあ、そして、目覚めた、あれ何、気絶させられたんか、だから太陽は。で、目覚めたらこれ兄弟やねんということで、実はうちスパイやってますと、家業でスパイやってます。ただ なんつったら、最近は安門公務員スパイもいるとかどうのこうなったけど、なんか口コミで、4点なんぼで1位やからみたいな、なんか言うてたな、そんなこと。スパイやのに口コミってどういうことやねん。で、京一郎はえらい人気があるということやね。ただ、何ちっちゃい、かつてとりあえず、まあ睦美をちょっと守りきれへんくて、重傷はしたことがあるって言ったっけ。その時のショックでここだけ白髪になったって言ったかな、確か。そう言ったかな。それ以来とにかく睦美を守ることに、まあ執念を燃やしている的なことで、で、理由が睦美に対するそのまあ予告があったと、命を狙う予告があったってことで、どんなやつでも排除すると。やけど太陽何もしてへんのにね、えちょ、これは尻滅裂もいとかぞ京一郎、ちょっと頭おかしすぎるやろこれで。それを阻止するには結婚するしかないということやね。で、いや、それはもう結婚はできんと、まあ、睦美の方から言ったんが優しかったね。太陽はやっぱああいう経験をしてるから、そんな軽々しくはそんなできひんってことで、まさか泣くまで泣いたよな確か。で、双葉もそれは知らんかった、すまんってことだったけど、まあ、まあこっから京一郎 VS 兄弟ね、とんでもない勝率の低さね京一郎の勝率の高さね。で、まあまあこっからはね、兄弟一人一人やったけども、心臓はなんかメカみたいなの使ってた。で、七尾はとりあえずパワーやね、跳ね返されたけど。で、双葉は、どんな攻撃してたっけな、忘れてもったけど、まあとりあえずあの各専門じゃはなんかあのワイヤーみたいなんでね、とりあえず囚われ。で、シオンはドローン攻撃、ほんで剣吾は変装の達人なんかな、やけども、まあ、もう太陽がやっぱり あそこまで言ってくれた睦美のために立ち上がり、1話で結婚とこれは一体どうなっていくんだ。ただ最後の言葉気になるな、その睦美を守る本来の意味をこれから教えていかなあかんみたいな、どういうことや。これは気になるし、うん、好きなタイプやこれは。はい、ということで夜桜さんちの
だからなんかむつみになんかどでかい秘密があるんでしょうな、きっと。はい、以上、夜桜さんとの大作戦。一応でしたらよかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。あ、ここから1分ちょいで自己紹介するんで、興味のある方はここで聞いてください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマンスやってます。普段やればできる、諦めない、伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年2ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知ってぜひ応援していただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っています。ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で、1476日目、長い。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月2日から、4月24日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自ら手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録数ほんまに伸びずで、もうずっと2年以上やめたい、しんどい、ずっと言ってます。毎日言ってます。それでもなおやればできる、諦めない、伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大丈夫の浜でした。最後までご視聴しましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。